はい。では、では、では、よろしくお願いします。とね、でもこちらから、あ、よろしくお願いいたします。皆さん、どうもです。かぶくん、こんばんは。羽生さん、12月14日、ニュースエブリィ、伝えたい思い、パート3。ただし、一部地域を除くとなっていましたが、地方の壁、またあるんですね。私のところはどうだろう。うん。放送がありますように。はい。ということだそうです。えっ、ー、と、なんだっけ。伝えたい思い、パート3だそうですよ。 12月14日、ニュースエーブリティですね。地方の壁がちょっと気になりますね。うん。えレモンミカンさん、こんばんは。駅室だったらすいません。ノッテストラータ2024。チケット独占最速選考抽選。1月5日金曜日12時から1月の16日火曜日12時まで。えっと、E プラス。ほんと他の YouTube で情報が少し出て知りましたが、すいません。最近、えー インスタも覗いてなくて、X はやっていません。私はあまり情報を追いかけてなくて、ほぼ、株君のチャンネルのみです。確認してください。ということみたいですよ。あの、うん。チケット情報ね。うん。1月5日金曜、12時から16日の火曜日、12時までだそうですよ、ね。E+,E+、e、もこれはちょっと確認が必要ですね。うん。あ、ハニープーさんからもよろしくお願いします。 12月4日、エブリィに羽生さんご出演です。羽生でる、伝えたい思い、第3弾です。うん、特,殊特殊救助隊の,、ね助隊のえー、取材レポートだそうですよ。ということは、あこれは特殊救助隊っていうのはあれですかね。あの、なんか自衛隊のような感じなのかななんだろう、うんはい。ということは、そうですよ。特殊,特殊救助隊ね。うん え、デモンミカンさんも言ったです。12月9日に、ノッテ・ステラータ2024に関するスペシャルコンテンツ。2月21日にスペシャルコンテンツ。その他、いろいろありますね。うん。これ、なんか2つ、なんか単数形と複数形があるんですよね。で、その他いろ、えー、いろいろありますね。エブリー、えー、エブリ社代、えー、出演にも繋がっていそうな。次々とチェスを置くような羽生結弦さんですね。うん。一旦主導すると、早い早い。目が回る。 確信に満ちていらっしゃって、ぐっと。うん。いや、もう貫いてますからね。もう一旦こう、像にはまったらついていくのね。もう必死になっちゃいますからね。うん。アーニャさん、よろしくお願いいたします。カムさん、こんばんは。同じ会社の男性が、乗ってすらに行きたいと言い出しました。50代のだ、50代の男性。うん。前からフィギュアに興味はあったようで、時々私と羽生さんの話はしてたんです。 うん、何気に新しい情報を知ってたりしたんで、実は割とファンと疑ってましたが、ライバルが増えてしまいましたが、チケット情報を知らせる予定です。いずれ、セビオアリーナができたらそちらでやるのかなそれとも、やっぱりグランディ21という場所に意味があるのかしらうん。ねということですね。50代の男性がね、いろんな方面からね、羽生沼に落ちてきてますね。 うん。グランディ21という場所になんか何かある、意味があるんですかね、羽生くん。うん。いろいろあるんじゃないかな。うん。もうどんどん人気が出てきて、もうなんかチケットもどんどんなんか取れなくなってきたりっていうの、ちょっとなんかね、辛いですけども。いや、今後の課題ですね。チケットを取りやすく、もっと多くの方に見てもらうためには、どうするかっていうね。うん。はい、ということでした。